第106回全国高校野球選手権三重大会3回戦近代高専8の一応合わせ2024年7月22日津市営三重では近代高専の最速157キロ右腕吉富祐太3年が7回5奪三振1失点と力投し7回コールドで2017年以来7年ぶりの8強進出に導いた 噂の157キロ右腕、近代高専の吉留は先発当番でも早かった。伊勢場は2回、単打と二吉支球で虫万塁を招いて力を入れた。カウント1から2から外角直球で見逃し三振に仕留めた渾身の一球が最速151キロを計測。自分のせいで万塁にしてしまったのでギアを上げました。 応答で許した最小失点で切り抜けた。計3級の150キロ台はすべて得点圏に走者を背負った場面。行き感を強めれば、さらりと大台に乗せられる脅威の馬力で7回を飛安打3、1失点に抑えた。救援当番した徳風との1回戦で自己最速を2キロ更新する157キロを叩き出して注目を集めた。 迎えた今夏初先発、10割では投げていない、6、7割で投げながら、ピンチの時に8割程度ですかね。全国でも今夏に150キロ台を計測したのは、仙台松戸、千葉、の梅沢翔太、3年、延岡学園、宮崎、の藤川敦也、2年、ら数人のみ。電力で腕を振らずとも、 ト突の今下最速投手だ。中学時代は最速126キロの5番手投手だった。普通に3年間、高校野球をできればいいな、という思いで入りました。中学のクラブチームは平日の活動が週2度のみ、高校で日々の練習に励むうちに球速が青天井で伸び続け、 冬場にウエイトトレに本格的に取り組むと昨週時点での146キロを優に超えた。大学進学を希望、請求力がないので最速157キロと見られるのであれば、その強い球を見せていきたいです。春夏通じて初の甲子園まであと3勝。今週ドラフト候補には上がっていなかった世代最速投手が、 号泣一本で全国区になりつつある。河合いようすけ。